ご視聴ありがとうございます。今回は、前回の続きで、3DFX の消滅の、原因となったもう一つの、理由、STB、システムズの、買収についてご案内します。STB、システムズの、買収 ?IT 業界では、買収ってよくあることじゃない。そうなんだけど、3DFX による STB、システムズの、買収は、GPU 業界の生態系がよくわかる出来事なんだよ。GPU 業界の生態系？ GPU 業界には、グラフィックチップを設計するチップメーカーと、チップメーカーからチップを購入して、グラフィックカードを製造、販売する、グラフィックボードメーカー。そして、マイクロソフトのダイレクト X などの API を、提供するソフトメーカー。最後に、ゲームを開発するゲームソフトメーカー。この4つによって生態系が維持されていると思うんだ。3DFX はグラフィックチップを設計するチップメーカーで工場を持たないファブレスメーカーなんだ。ファブレス？ファブレスとは、ファブは工場という意味で、つまり工場を持たない会社のことだよ。GPU 業界ではよくあることで、NVIDIA もファブレスメーカーだよ。GPU 業界以外でも、任天堂や Apple もファブレス会社だよ。ちなみに、Intel はすべて自社製造だよ。さすが、Intel。1996年、ファブレスメーカーの 3DFX は、パソコン市場に参入。Voodoo の大ヒットで 3D グラフィックスカードの、トップに躍り出た。3DFX 社内会議。我々が、もっと売り上げを上げる方法は、ないかな？グラフィックチップだけの販売では、大きな成長は見込めないな。そうだ、最終製品のグラフィックボードを、売ればいいんじゃない？ブーブーを乗せた、グラフィックボードを自社で、作って、販売すれば、大きな売り上げが期待できるぞ。それって、自社工場を持つってこと？そんなこと、急にできるの？買収するのさ。こうして、1998年に 3DFX は、当時のグラフィックボードの、主要メーカーだった STB、システムズを、買収し、自社工場を、手に入れたんだ。サラリーマンの夢、持ち家だね。ファブレスメーカーのメリットは、自社工場を持たない分、創業しやすく、迅速に市場に対応できる、メリットがあるんだけど。自社工場を持つメーカーになれば、成功すれば大きな売り上げと、高い利益率を確保できる可能性があるんだ。大きな成功例は、インテルだね。なんか、ハイリスクハイリターンな気がするけど。しかし、3DFX の STB、システムズの買収は、今まで取引していたグラフィックボードメーカーの怒りを買うことになるんだ。大手グラフィックボードメーカー。 3DFX から通達が来ています。なになに、これからは自社で製造するから最新のブーブーさんチップは売れない。旧式のブーブー、バンシーと、ブーブー2なら売ってもいいだと。己が、新参者だった頃から、協力してやっていたのに。己、3DFX 優先。しかし、稼ぎ頭のブーブーが売れなくなるのは、大打撃ですよ。それならば、ライバルメーカーの NVIDIA からチップを購入して、販売構成をかけてやる。我々の営業力を舐めるなよ。こうして、大手のグラフィックボードメーカーを敵に回してしまい、しかも、ライバルメーカーの NVIDIA を成長させてしまったんだ。
間違って敵に塩を送ってしまった。 3DFX。 大変です。クリエイティブ、ラグスやダイヤモンド、マルチメディアがお怒りです。ライバルメーカーのチップで販売構成を仕掛けてきましたよ。しかも、グラフィックボード製造は予定よりかなり遅れています。クリエイティブ、ラグスやダイヤモンド、マルチメディアの営業が強力で、販路開拓に苦戦しています。むむむ。自社製造と販路にこれだけ苦戦するとは。これでは、ライバルメーカーを勢いづかせてしまっただけでは。この頃から、3DFX の市場シュアは急落してしまう。そして、3DFX にとどめの、一撃が、1999年、NVIDIA が、GeForce 256を発売。そして、2000年、ATI も Radeon 256を、発売。3DFX。 NVIDIA、ATI にやられた。無念。2000年12月、3DFX は、NVIDIA に所有する知的財産権を、売り渡して、解散。3DFX に生き残る道は、なかったのかな？選択できるとすれば、自社製造はしないで、チップ製造だけに専念するとか、または、自社製造、販売は、するが、グラフィックボードメーカーにも、最新のチップは販売する、などかな？しかし、3DFX は、買収後、製造と販売に出遅れてしまい、自社製品の開発も、ライバルメーカーに先を越されてしまったんだ。そして、最新のダイレクト X に対応した NVIDIA、ATI にとどめを刺されてしまった。個人的には、3DFX が創業からお世話になっていた取引先を怒らせてしまい、ライバルである NVIDIA、ATI を勢いづかせてしまったことが、消滅のきっかけになった、と思うんだよ。やはり、信頼は大切ってことかな。今回は、ここまで。ご視聴ありがとうございました。